化し、ある大名に仕えていた足軽が大切なお手紙を持って急ぎの旅をしていました。天気入れんとしよう。なかなかいい景色だわい。これはしまった。何をふざけた真似をするんだ貴様。無慈悲な接触はやめろ。余計なお世話だ。こっちは商売だ。何、いかに商売だとて、あれが打てるか。遠慮なしにもらっていく。元気でいろよ。
その名も猿政宗と呼ばれ、宝物となりました。